ンタフージャーニーの花子です。え、これ今日誕生日なんです。なので子供たちが冠を作ってくれました。ということで、この動画では私の36歳の誕生日の旅行の様子を Vlog でお届けしたいと思います。それではご覧ください。私本当に荷造りするの下手で、一泊でもめちゃくちゃ荷物多くなっちゃうんですよね。とりあえずちょっといろいろ持っていこうと思っちゃうんだよね。日差しも強いのでしっかり焼け止めも塗っていきたいと思います。この日焼け止めね、まあ、ちょっと白くなっちゃうんだけど、最近のお気に入りで、まあ、日焼け止めをね選ぶ時に、あの体への優しさとか環境への優しさっていうのはやっぱり結構気にするんですけど、あのこれは美容だし、オーションリスペクトって言って海にも優しい成分だったりとか、あとミネラルベースでね、体にもあの優しい成分なので、こういったマークとかを見て日焼け止めを選ぶようにしてます。ちなみにここは、ルイ君の実家で、フランスのアヌシーという湖水地方に、1週間ぐらい来ています。なので、子供たちはおばあちゃんに預かってもらって、私とルイ君だけでバースデー旅行に行ってきます。よし、行こう。車で向かってます。アヌシーっていうのはアルプスの方、本当にスイスの隣ぐらいなんですけど、そこからちょっと下に今下がっていってて、グーノールの方の山の中にあるホテルレストランみたいなところに行きます。2つ星で、しかも、グリーンミシュランといって、まあ、サステナブルな取り組みをしているレストランに与えられるグリーンスターというのも持ってるお店です。去年はパリにちょうどプードンブーの留学に行ってた時が私の誕生日だったから、パリでプレカタランっていう三つ星の、まあ、本当にパラスレストランみたいなところに去年は行ってました。今年はまたちょっと趣旨を変えて田舎レストランに行きたいと思います。着きました。ここです。森の中だね。ここはミシュランだけじゃなくてエコテーブルといって、フランスのね、ラベルなんですけど、レストランとかでサステナブルな取り組みをしているところに与えられるラベルも3つついています。なのですごくサステナブルなレストランなんですね。あとでどんな取り組みをしているかも紹介したいと思います。ちょっとまだ部屋の準備はできてないみたいなので、カフェのエリアで待ってたいと思います。こんにちは。ここがカフェエリアです。デコレーションも可愛いですね。まだ外でランチをしている人もいるみたいなんですけど、私たちはここでコーヒーでも飲んで待ちたいと思います。私たちの部屋は一回外に出て上にあるあそこだそうです。ちょっと待ってね。スニーカー持ってくればよかった。はあ、ここですね。はあ、よいしょ。メゾン・ドゥ・シェフって書いてある。 あスパエリアもここにあるんだ。ラッキー。スパエリアのすぐ隣でした。あら、かわいい。こっちにサロンがあって、お家みたいで、キッチンエリアもあります。すごいリラックスした感じでいいですね。ちなみにエコホテルだからか冷房がないのと、ティッシュペーパーとかトイレットペーパーとかリサイクルペーパーでした。スパエリアに行ってちょっとリラックスしてきます。あいいね。しかも誰もいない。ちょっとここでゆっくりします。おお、今ですねマッサージも受けてきて、もうなんか最高でした。なんかオイルマッサージだったんですけど、体の寝てるのと寝てないのの半分ぐらいのなんかすごい気持ちいい感じで
あ、最高、お腹空いた。じゃあちょっとお部屋に戻って、着替えてご飯に行きたいと思います。お、あんなところにるいくん発見しました。リラックス中。やっぱりパパとママになっても2人の時間を大事にするって本当に大事だなと私は思ってて、まあ、ミラノにいる時も月に1回はね2人でレストランに行くようにしてて、毎月どっちかがプランしてサプライズに連れていくっていうことをしたりしてます。じゃないとさ、やっぱりカップルっていうよりもチームみたいになっちゃうんだよね、家族になるとね。チームも大事なんだけど、子供もいつまでも自分たちと一緒にいるわけじゃないしさ、2人になった時に2人の関係がちゃんとできてないと嫌だなと思って、なのでちゃんと意識して2人の時間を作るようにしてます。子供たちもね、結構小さい時からそうしてるから慣れてるというか、行ってらっしゃいみたいな感じでね、なってくれるからすごい助かります。やっぱり小さいうちから慣らしておくのがすごい大事だなと思いました。まあ家族の時間も大事だし、自分だけの時間もすごく大事だと思うし、夫婦の2人の時間も大事だと思うし、ちゃんとその3つをねしっかりどれも取ってきたよねと思ってます。できた。ちょっと前回レストランに行った時に夏休みだからって言ってヒールを持っていくの忘れちゃったけど、今回ちゃんとヒールも持ってきました。せっかくなのに 3つも靴持ってきちゃった。中にもすごいね。今日はこんな感じです。レストランって結構ね涼しいこと多いから、ちょっとまだ暑いけど袖ありのワンピースにしてみました。行ってきます。オリジナルのナイフもあります。これ、ね、誰が作ったかも書いてあるよ、うん、これはシェフの言葉とメニュー、これは生産者のリストですね。ルイ君はワインリストを研究中です。私はキッチンの見える席にしました。ワクワク。乾杯。ありがとう。シャルドンナイス。これはビーツとアガスターチュというシソ科のハーブの前菜です。アミューズブッシュのグラタンドルフィノを切って、ポテトとクルミのグラタン風で、これはヘーゼルナッツとキノコのタルトレットです。トマトとバジルの氷です。冷た。さっきのクリーミーだったから爽やかだね。川魚のマリネとジャガイモのピュレです。私は今日はエスカトリアンでお願いしました。バタビアというサラダと、玉ねぎのコンポートとエルダーフラワーのソルベです。この焦げた香ばしさと玉ねぎの酸っぱさと、うん、アイスが冷たいのもわからんか。パンが来ました。すごく興味深いのはバターで、普通のバターじゃなくてギーなんですね。ギーっていうのはラクトーズをね抜いたアーユルヴェーダとかで使われるバターです。川魚とチーボールだけの一品です。このレストランの特徴はですね、魚も持続可能な漁業からしか入手していなくて、ここは近くに海はないのでほとんどが近くの湖の川魚になってます。これは、マスとパセリのソースで、インゲンのサラダです。
な美味しいインゲン食べたことない。しかもこういろんなハーブが入ってるから一口食べるごとにいろんな味がするんですよ。ナスの一品です。クリームもナスなんだって。でこのチップスもナスでしょ。これも、これがまた香ばしくて美味しい。です。こちらがパンとパティスリーの場所です。私はお肉なしのコースとしたので、なんとメインがじゃがいもです。じゃがいも下にあって上にもあって、ハーブとケッパーのソースとヨーグルトのソースがかかってる感じで、備長炭で焼いた野菜が添えられています。でルイ君はジビエですね。3週間前に、刈られたジビエを熟成させたものです。おはようございます。今日もいい天気です。気持ちいい。今起きて、朝ごはん食べて部屋に戻ってきたところです。って言ってもね、昨日夜食べ終わったの夜12時ぐらいだったんで、全然朝お腹空いてなかったの、コーヒーぐらいだったんですけど、レストランであんまりデポできなかったんだけど、すごくね、なんだろう、繊細な料理だなっていう風に思いました。強烈な味とかインパクトがあるっていうよりは、すごく複雑でね、繊細な味付けをするシェフだなと思って、一つ一つの素材の味がすごくよくわかる、お料理だなっていう風に思いました。で、まあ味ももちろんすごく良かったんだけど、サステナブルな、ね、取り組みに対する姿勢がもう本当に素晴らしいなと思って、このレストランのメニューも完全プラントベースではないんですけど、ほとんどが野菜と持続可能な漁業、近く の, あの養殖じゃない湖の、魚だけで、お肉があるコースも最後の、ね、メインの一品だけがお肉があって、それもなんかこのぐらいの50g ぐらい の, あのお肉で、それも環境負荷が高い牛とかラム肉とかじゃなくって、そのジビエを中心に、ね、提供してるんですよ。でジビエっていうのは、あの野生 の, あの鹿とかあの鳩とかそういった野生の動物のことなんだけど、フランスでもね、やっぱり野生の動物ってある程度鹿とか特に駆除しないと、あの増えすぎちゃって生態系のバランスがね崩れちゃうんですよね。だからあのフランスでも一定数は駆除した方がいいっていう風にして、あのライセンスを持った人たちが駆除してるんだけど、でその狩られた鹿を提供するっていう、そういったアプローチをとっているレストランです。でもちろん野菜も自分たちで育ててる、野菜が中心だし、地元の小さな農家の方から仲介業者をなしに直接買っているっていった、そういったあの取り組みをしていたり、できるだけあのレストランからゴミが出ないようにあのコンポストを導入したりとか、さすがあのミシュランのグリーンスターとか、あのエコテーブルっていう持続可能なレストランに与えられるラベルっていうのをあのもらってる、さすがのこだわりだなと思いました。ということでね、ちょっと長くなっちゃったんですけど、出発までちょっとまだ時間があるので、あのこのレストランで育てているハーブとか野菜をちょっと見に行ってみたいと思います。さてさて、どんなものがあるかな。早速ですね、この部屋の外に自然のグリーンハウスみたいのがあって、もちろんあの温めてないんだけど、ガラス張りだからすごく暖かくてよく育つようになっているグリーンハウスがあります。その入り口のところにももういっぱい植わってて、この辺はハーブとかローズマリーとかですね。で、わーすごーい、中に入ると、お、一面緑なんですけど、例えばこれは唐辛子とか、あ、いい匂い、これはシソですね。紫のシソも植えてるんだ、立派。で奥にこれはね、一面トマトですね。この上までいっぱい花が咲いているから、もうすぐトマトになるんだと思う。すごい立派。あ、でトマトなってますね、ちっちゃいチェリートマト、美味しそう。
こっちはリフレッシュって言ってハーブとか、これを何だろう、ナスかな、ナスとか、とにかくたくさん植えられていてですね、ここの、特徴はパーマカルチャーって言って、いろんなね種類を一緒に育ててるんですよ。やっぱり自然なものってね、もともといろんな植物とかが共存して育ってるから、それをね再現して、これかわいい、なんだろうこれ、五色唐辛子だって。へー、初めて見ました。いろんな色のね唐辛子がね同じ木になってるの、かわいい。これ家で育てたい。畑の方にも行ってみたいと思います。でね、面白いのが、ここは本当に畑に行かずとも、もう本当にこういうとこにもねいっぱい植えてるんだよね。ほらこれもハーブだし、これとかほらイチゴ、本当にかなりねワイルドな感じで、いろんなところにねいろんな種類の植物を植えてます。ここに生えてるの全部食べれます。私これすごい大好きなの、ベルベンヌっていうハーブですね。なんて言うんだろう日本語で、レモンバーム、レモンタイムとタイム。あ、トカゲがいた。敷地全体がね畑みたいな感じです。で、ここがレストランがある方の建物なんですけど、このね横に畑があります。あ、なんかもうレストランからもういい匂いがしてきたよいしょ、さて転ばないように、よいしょ、畑の方に行ってみます。おお、ここが畑です。すごい、入れないぐらい茂ってます。向こうにも行きたいけど、なんかこんな靴じゃ入れなそう。本当にいろんな植物が共存しているっていう感じですね。ちょっと全然畑に向いてない靴で来ちゃいました。畑に降りたこの10分ぐらいの間に10箇所ぐらい蚊に刺されました。かゆい、ほら。奇跡的にうまく持ってきてた。なんか前回の YouTube も塗ってた気がする。ここのホテルレストランはカジュアルな方のレストランもあるので、帰る前にここでランチをして帰りたいと思います。あ、テラスで気持ちいいです。私は前菜はガスパッチョにしました。キュウリのガスパッチョです。いただきます。デトックスされそう。このガスパッチョ中にミントのアイスクリームが入ってて、それを溶かしながらね食べるのがすごいクリーミーになって美味しいなと思います。メインはベジプレートにしました。めっちゃ嬉しい。これがナスのキャビアで、ローストトマトでしょ、ロースト人参、なんだこれ、ハトムギとかのリゾットと、あ、昨日も食べたサラダ菜を焼いたやつと、かぼちゃとかぼちゃのピュレとビーツのフムスっていう感じです。すごいカラフル。ルイの何、ラビオリ、ラビオリ、ベジラビオリ、うん、美味しそう。キノコ入ってんの、しいたけ、美味しいですか。人参がめっちゃ甘い。目にも美味しいね、いろんな色が。プチプチしてめっちゃ美味しい。ナスはすごい酸味があって美味しい、爽やかだよ。ごちそうさまでした。ではでは帰ります。いかがでしたか。私も36歳の誕生日、すごくリラックスして楽しく過ごせました。で、私もねすごく美味しいもの大好きなんですけど、やっぱり自分たちがその美味しいものを食べることで自分の健康とか地球環境とかにこう悪い影響を与えたり、あんまりこう犠牲にするものがたくさん出てほしくないなと思っていて、なんかそういった意味でここみたいなその持続可能な取り組みをしているグルメなレストランっていうのがもっともっと増えればいいなっていうふうに思ってます。で、皆さんの住んでるところの近くにもこういったね
あのレストランあるかもしれないので、ぜひぜひ探して行ってみてください。ではでは、またねー。